皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。ですね、これ何を私がお伝えしたいのか、パッとわかる人は、まあ、ファットバイクフリークなんだろうなと思います。右手のタイヤがですね、4号のデリンジャー5、26の4.6インチで、左がですね、デリンジャー4、26の4インチです。で、その0.6の差がこんな感じですよということなんですけど、多分ですね、両方とも多分1.1か2ぐらい気圧で空気入ってますので、パンパンですね。で、あんまり変わんないんじゃないのということをお感じになる方がいらっしゃると思います。で、実際ですね、パンパンに入れてしまうと、なんか、リムハブ73っていうのもありますけど、そんな変わんないかなというふうに私も思ってしまいました。で、ファットタイヤの、太いね、ゆえんというか、そこの進化が発揮されるのって、実は低圧になった時の接地面積の広がりだったりとか、衝撃ですよね、下からのね、をいかにこう、タイヤの中で吸収してしまって、タイヤとね、路面が常に接地した状態を維持するかっていう話になってきますので、実はね、その辺が大きいんだよなぁと思いながらも、それをですね、映像としてお伝えする術をちょっと持っておりませんで、現在は。なかなかちょっとね、申し訳ないなという感じではあります。でも、ファットバイクそのものがですね、最近はもう4インチの設定のものがだんだんなくなってきて、もうだいたい4.6とか4.8とか入りますってというフレームに、もう最初から4.6とかそんなのが入ってくるようなものが多くなったと考えれば、やっぱりファットバイクっていうのはタイヤが太くてなんぼなんで、そういうものの方がいいんだというふうに考えられているんだろうなというふうに思っております。このデリンジャー5ね、今在庫もありますし、まあまだ今年はちょっとファットバイクは来てませんからね、これから、じわじわとね、出ていくんじゃないかなというふうに思っております。お問い合わせある方、ぜひぜひお待ちしております。